こんにちは。好きなタイミングで。はい。今これ使うのは、はい、奥さんも加わっての営業。そうです。まあ平日はうちも全然一人で回るんで、まあ土日の本当にピンポイントなんですよ、お客様が集中する時間って。ええ、なんで、ね、2時から4時まで2時間だけとか、なるほど、はい、それぐらいの時間で行ってもらって、で平日はああいうふうにちょっとスイーツ作ってもらったり、僕はじゃなくて奥さんありがとうございます。ありがとうございます。ラスト系もやるんで、そっちでもなんか仕事をもらえたらいいなっていうのを探してます。皆さん、店内で飲んだりするときって、ここで飲んでるとかですね。なんで、なんかこう、一応6月か7月ぐらいに、なんかこう、ハイチェアを2脚だけ置いて、はい、まあ、いつもこう、ここで飲んでくれる方がいるんで、はい、その人たちだけでも、なんかこう、ゆっくり座ってもらいながら飲んでもらえれば。今は持ってたんですけど、なるほど。あとアイス系とかも、エスプレッソってどれぐらいでのレシピなんでしたっけ？エスプレッソは18g で、ミルクを外から冷やすのを初めて飲みます。なんかあの、これ個人的なんですけど、はい、皆さんがどうかは分かんないんですけど、はい、ミルクが氷に溶けたあの、あ、水って、はいはいはい、美味しくないじゃないですか。そうですね。なので、なんか僕は基本的には、はい、冷やせるものは冷やしてます。ああ、じゃあもうそもそも氷を入れないですか？氷は1個、2個入れます。あ、で、6度とか5度ぐらいまで冷やしてるんで、なかなか氷が溶けづらい。
から、薄まるっていう心配も、こう飲んでる最中置くとか置いてなんか帰り飲むとかになったら絶対にもう溶けてますけど、普通になんか人が飲む速度だったらあんまりこうないかなとは。なるほど。あ、蓋もいただいて、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。僕エスプレッソ結構厚めです。じゃあすみません、なんかこれからもいろいろなんか共有させてください。はい、今こちらこそすごい本当勉強になったんで、先生またいろいろ逆に教えてください。いいね。まあ、YouTube からめっちゃ勉強させてもらっているんですけど、いやとんでもないです。本当ありがとうございます。ただ気をつけてください。はい、最後にここら辺とかの方がいいですか。はい、もうあ、ただ普通に動画すか。今動画回してます。あ、今回してます。あ、でも全然どうぞ先に。じゃあ普通に、普通で大丈夫なんですか。大丈夫です。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。